総裁選ですけれどもまあね読売か三系か朝日かそれぞれ分かれるんですが読売は高市石場小泉が競るとで、えー、高市石場がまあトップで並んでいてで3番目に小泉というですねなんか小泉抜きんで出て。 もう小泉で決まりでしょうみたいな雰囲気から始まりましたけどもえ実際この総裁選始まってみるとどんどん小泉さんの人気が落ちていきで石破さんと高市さんが上がっていくというねまあまあなんでこうなってきたかというともう皆さんご存知のことだと思いますけどもあの高市さんはやっぱ政策通ですしどんな論点でも自分の言葉でね えー、いろいろ言われても切り返しながら自分の言葉で説明できるわけですよはい、えー、ですから、まあ、前回の総裁選の時も高市さんなんてほとんど無名で誰このおばさんみたいなところから始まったんですけども討論番組とかやってるとやっぱりね制作中でよく分かった上で自分の言葉で喋ってるのでやっぱみんなねこう えー、集中してみますよね。あ、この人、なんか頭いいなとか、わかってるなとかね、えー、しかも、でも話す力があるなっていうふうに思って、高市さんいいんじゃないのっていうふうにみんななっていってで、ぐん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 伸びていったところで時間切れだったんですね。で、岸田さんになっちゃったんですけども、あと1週間総裁選、えー、期間があれば、あの前回ちょっと短かったんですよ。今回みたいに長く取っていたらあの、岸田内閣じゃなくて高市内閣になったと思います。はい。 だからこの今回、長いので高市さん有利なんですね、まあ、ただ、前回は安倍さんが後ろ盾だったのに今はいない。 はいえー、そこはですね <laughs> 前回との違いなんですでも、その、ねえー、ハンデというか安倍さんなき、えー、状況でもそれでもね前回は負けだけども今回は勝つということになると、まあ、今回、ね、十分な時間が与えられた中でやっぱりね話せる高い地政策を語れる高い地っていふう風になってくるとですね <laughs> 決選投票に残ってこられるんじゃないかなと思いますで石破さんは基本,基本的に逆張りですからね あの自民党の普通の人が言っているのを逆、逆、逆で言って、えー、いろんな目立とうとしているだけなので、で突っ込んでいくと話、ぐだぐだなんですよね、まあ、でもそれでも石破さんは石破さんなりに語れる人ではあるんですね、<laughs> ただ石破さんの最大の弱点は、党員の人気は高くても、世論の人気は高くても、えー、議員から人気がないはい。 まあ,それはある意味、高市さんと石破さんはあの共通する部分あるんですよね。もともと、古文を、ねえー、こう面倒見てきて、えーね、高市一派石破一派みたいのがっつりといるわけじゃないので2人ともそこは弱みなんですけどもでも、高市さんは今、ねえー、議員の,あの支持をお集め始めてますよね。 で石破さんはもともとそれができないし、それができるとも思ってないらしいんですよね。えー、だから石破さんの弱みはそのまま残っていて、世論とかね、党員の人気はあるけれども、実際に議員からの票が集まらない。<laughs> だって今回5回目でしょ毎回そうですからね。はい。だから、もし高市石破で決戦投票になったら、これおそらく高市さん勝つと思いますよ。 じゃ、はい、小泉さんがどうなるかですよねで、小泉さんはもう超ド級みたいな感じで、この人が出てきたら、もう決選投票どころか、1回目で決まっちゃうんじゃないかみたいな、な <laughs> って、小泉さんの人気ってやっぱすごかったですからね、ねまあ、それが蓋を開けてみたら、数日でどんどんなんかもう下がってきてるっていう報道が出てきて。 えなんで小泉さん失速してるよねみたいになっちゃって読売新聞だとトップだったのが3位になっちゃってるわけですね。はい、で、まあ、小いまあ小泉さん自身は、まあ、環境大臣をやったというだけであと、党務もちゃんとやってないですし、えー、まあ、ね まだは早いというかね、やっぱこれから大臣、主要閣僚を歴任して、党務もしっかりやった上で幹事長とかやってね、そして万全の準備をした上で出た方が良かったんじゃないかなという気はします、はい、結局、なんか原稿が用意されてないとしゃべれない。 えー、想定していることに対してはちゃんと答えられるけども想定していない質問に対しては上手に切り返さないから別の話をしてはぐらかすみたいなことになっちゃってるわけですね、えー、だからこの1つの <laughs> 政策論について、えー、こうです説明してじゃあこれはどうなんですか説明してということはこうだからこうなんじゃないんですかとかっていうふうに掘っていくとあの結局用意しているものしか,なんか重視って重視しゃべろうとするから それ以上のこと聞かれるともう出てこなくなっちゃうんですね。100知ってて10喋ってる人は、いろいろ聞かれても、こう答えられたりするわけですよ。10知ってて10喋っちゃうと、もう新しい話出てこないんですよね。えということは、こうでこうだから、こことこここう矛盾しますよねって言われて、え、あ、うんなっちゃうわけですね。なんか別にあの、経験がないので、<laughs> まあしかも周りの人に比べると若いですから <laughs>、そうであっても不思議はないんですけれども、まあだから、今回早かったんじゃないかと思うんです。 これ多分ね、小泉さんはどこかのタイミングで総理にはなると思うんですよ、多分。えー、じゃあ、小泉さんと同世代の、ね、若手の自民党の国会議員の中で、じゃあ、これほどの知名度、えー、好感度のある人が他にいるのかという時にやっぱに筆頭に上がってきますからね。だから小泉さんがもっと主要閣僚を経験して、党務をしっかりとこなした上で、そして、年も積んでですね、えー、そして、 もういよいよ出てくれっていうふうにみんなから頼まれてね、思い越しを上げるみたいな感じになるとスムーズにいくと思うんですけども、えー、だってお父さんが今ならない方がいいって言ってるぐらいですから、<laughs> いやー、今はそういう大臣にならない方がいいのにねってお父さんが言ってましたからね。<laughs> 多分そうだと思いますね。まあ、ちょっと派閥が解消され、まあ、菅さんが今だと思っちゃったんでしょうね。えー、私は今じゃない。<laughs> なんか失速しちゃいましたよね。そうすると、あの、小泉はダメだっていう、それこそ頭が弱いとかなんとかみたいなね、中身空っぽみたいな、そういうレッテルを貼られてますから、もうそういうイメージでメッキ剥がれたよね、本当は中身空っぽだねみたいに、それがですね、支配的な評価になってしまうと、じゃあ今度、ね、ちゃんと経験積んで出ようという時に、今回のそのイメージが、 やっぱ強く残っちゃうっていうことがあるかもしれませんね。まあただわかりませんよ。これから小泉さんがぐんぐん行くかもしれない。まあ確かに、まあ話はぐらかしたり正面から答えてなくて、うんと思うところありましたけども、空っぽだとか中身がないだとかバカだアホだみたいな言われ方に対してはそこまで言うかっていうね、ちゃんと受け答えしてる部分もあるんですよ。えー、上手に切り返してる部分もあるんです。でもこの、 例えばトルドー首相との年が一緒みたいな、でなんだっけキム・ジョンウンとも同世代とか言ってだから無条件に話し合うんだとか言って、その年が近いからねわけ隔てなく話せるんだったら誰も苦労しないんですけども、まあ、そういうところばっかりちょっと切り取られちゃいますから、ね、中身空っぽい的になっちゃいますけども、えーまあ、ちょっとそこまで言われるのはかわいそうな気はしますただ、やっぱり政策はね自分で研究した上でえで、ー、語ってないので。 誰かから言われたののをそのま,ま例えば財務官僚から言われたのをそのまま喋っちゃうとかだから10聞いて10っちゃうともう11出てこないんですよ <laughs> そう,う <coughs> まあ多分小泉さんもね今回出るとは多分準備もしてなかったでしょうし急にドタバタと出るみたいになっちゃってますからねまあなので えー、まあほら、総裁選となるとね、いろいろなテーマがあって、自分のよくわかんないテーマ、自分の不得意なテーマだってやっぱあるはずなんですよね。それに対してね、ね、えー、ちょっと上手に答えなかったら、ほらーっ,て言って切り取られちゃいますから、だからもう総裁選で何聞かれてもバンバン答えられて、あ、この人できるな、この人わかってるなと思わせるっていうのは、よほどの見識と、よほどのスピーチ、表現力と、ね、気持ったものをわってなきゃいけないし、俊足でね、 これ、えー、瞬発力も大変大変切なんですね23分後に「ああそうだあれ言えばよかった」ってと遅いわけですから聞かれた瞬間に切り返さなきゃいけないんで、えー、まあね、えー、すごい大変だと思いますけどもねはいまあちょっと小泉さんがまあねすごい期待されて出て一気に1週間でガーン落ちましたよねでこのまま落ち続けて終わるのかいやいろいろとなんか受け答えもあの変なとこもあったけども 意外とこういういいところもあるよねみたいな感じで上がってくるのかどうかですよねでも一応ちょっと各紙ばらつきがありますけども高市石破小泉というのはこれはもうあのまあ3強になってますからねえー、で3人強い状態だと必ず決戦投票に行きますのでこのうちの誰がね決戦投票に行くかですよだから高市石破小泉の1人が まあ多分この3強はこのまま行く気がしますね最終コーナー3党だけ先頭にいるみたいな感じですかね誰が脱落するかですよ、はい、で石破と一緒に決戦投票に行った人は多分そのまま勝ちますねあの石破は決戦投票でほぼ間違いなく確実あの、えー、負けますからそうすると高市石破で決戦投票に行けば多分高市さん総理になりますよ、はいで 高市小泉だとどうなるかですねまあ高市石場だったらまあ高市さん行くと思いますで小泉さんちょっと読めないです、ね、え何かが起きるかもしれないでもなんかこういう並びで見て小泉さん失速中ってなるといよいよ高市さんあるかもしれませんよこれ。